メリッキーです。学校の夢、小学校かな、高学年教室からスタートで、上の階に真ん中に行って、真ん中の教室に行って、じゃあ上の階に移動しますってなって、外から出ちゃって、一回校舎から出て、校舎もやっぱ都会の中にあってね、なんか低学年が登校してる玄関の横、細い階段があって、そっから行こうとしたら、すっごい細くて、すんごい細い階段で、手すりが上についてでするっていうかね、掴まるとこがあって、足元がすごい細くて、もう離したら落ちて死んでしまうぐらいのね、やばい階段でね、それがずっとついてて、しかも大渋滞みんなそこに結構登っててやばかった。もう絶対やばいと思った。これはとんでもない階段だったな、あれは。で、場面は切り替わって、全校集会、普通は床に座るんだけど、そこの学校は何だろう、机台か、台が6段か7段か8段ぐらいあって、で足元はもう一人ぐらいのスペースで、坂がなくて、手すりぐらいはあったかないかぐらいの感じで、落ちたら死ぬでしょうね。やばいでしょうね。7段ぐらいやったらね、8段とか、そこにびっしり人が立ってて、生徒が。なんでみんなこんな平気でずっと立ってられるんだと思ってて、ずっと。僕もやばくて、もう、あ、やばい、落ちる、もう、ってなってて、どうやって登ったんだよな、そもそもな、っていうぐらいだけど。いや、やばすぎて、もうその全校集会で、後の記事によると、その階段で2人落ちたんだよね、その日。でも軽傷なんだよね。すごいな、すごい格好だ。んで、もう一個の夢は会社、また前の会社連続で出るね。なんで出るんだろう、こんなに。何しに行ったんでしょうね、あれ。何しに行ったんだろう、ちょっとあれ。一回入って、車を買いに行ったんだよ、なぜかね。わけわかんない、そんな感じのような。で、終わって、面接だったのか、車買いに行ったのか、さっぱりわからなかったけど、校舎、で、一回ここで区切るか。